日光江戸村は、栃木県日光市に存在する江戸時代や、戦国時代が、主題のテーマパーク。別名はエデワンダーランド。1986年4月23日に、大新し投稿会社の株式会社時代村により、塩谷郡藤原町にて開園。葬式地面積は495、000000 00、 江戸時代の街並みを再現し、大忍者劇場などのアトラクションが存在し、キャラクター、にゃんまげを用いたテレビ CM が有名である。時代劇撮影可能なオープンセットも存在し、テレビと映画のロケ地に使用されることがある。1995、4から1996、3に、日光江戸村制作時代劇、姫将軍大暴れがテレビ東京にて放送。 江戸という名称ではあるが、実際には、戦国時代文化なども取り入れており、大忍者劇場や野外劇場では、真田幸村や猿飛佐助といった、戦国時代、江戸時代初期の武将や、忍者の役柄が登場することもある。営業時間は、下記9時から17時、冬季9時から16時。入園券名称は、手形であり、1日手形は、大人4800円。 小人2500円。午後手形は、大人4100円2100円で、夏季14時以降、冬季13時以降入園可能。障害者割引と、シルバー割引あり。絹川温泉駅より、路線バスで、約15分タクシーで、約10分。最寄り IC は、いまいちインターチェンジ。ありがとうございます。